アイスランドの高地域砂漠は中央高地の大部分を占めている。その中をキョルル道が走っている。高地の川の中で立ち往生してしまったランドローバーディフェンダー。アイスランド中央高地とはアイスランド内陸部の大部分を占める標高約400から500メートル以上の地域のことである。中央高地のほとんどは居住に適さない地域である。 なぜならば、雨や雪として降ってきた水が、植物が生育のために利用できないほど早く、地下に染み込んでしまうからである。その結果、大部分は、灰色や、黒色、茶色の、土や溶岩、火山灰で覆われた砂漠のような様相となっている。少ないながらもオアシスのような場所は存在しているが、それらは、川の近くにしか見受けられない。一例として、 アスキャ火山の近くにあるヘルズブレーザルリンディルが挙げられる。アイスランド人は高地を次のように分類している。バトナ氷河やラウング氷河、ホーフス氷河といったアイスランドに数多くある氷河の多くはアイスランド中央高地の一部でもある。植生は氷河側の岸辺にのみ見られる。そのため氷河洪水を受ける危険性もある。中央高地では アイスランドの火山活動で最も興味深い部分のいくつかが見られる。例えばランドマンナロイガルやアスキャ火山及びヘルズブレイズ周辺の地域である。中央高地はアイスランドにおける夏の間にのみ、通行することができる。それ以外の時期は中央高地を通る道路は閉鎖されている。中央高地を通る最もよく知られている道がカルディダールルダニとキョルル、それにスプレインギサンドルミイである。 中央高地を通る道の多くは途中でとかを行う必要があるため四輪駆動車を必要とする。しかし、キョルルを通るルートを選べば普通のセダンでも簡単に通過することができる。そのため、このルートは比較的人気の高い道の一つとなっている。植生を保護するため、雪のない時期に車が普段通っている道以外の場所を通行することは禁止されている。 ありがとうございます。